タビジョンプラス。農家と大学と町が連携して美味しい木いちごを作っている五城目町にやってきました。早速お話を伺いましょう。五城目町農林振興課の越高さんです。五城目町では木いちごを町の特産にする取り組みに力を入れているそうですが、きっかけは何だったんですか？はい、五城目町では2007年から米以外の特産品を作ろうと農家さんなどと話し合いを進めてきました。はい、ちょうどその頃秋田県立大学の今西先生が木いちごの栽培方法を紹介する研修会を開催しておりまして、その研修会に農家さんが参加したことがきっかけなんですよ。その後、はい、農家の皆さんが五城目町木いちご研究会を立ち上げたんですね。はい、2008年に25名の農家さんで発足し、秋田県立大学と連携して生産量の拡大や品質の向上に取り組んできました。今日は今西先生も補助に来ていますので、はい、一緒に行きましょう。お願いします。秋田県立大学の今西先生と木いちご農家の伊藤さんです。今西先生は木いちごの栽培を研究されているそうですね。はい、木いちごは国内ではほとんどが輸入品になってます。そうなんですか。生食以外にもいろいろ加工品ができる需要の高い果物です。そこで複合栽培の一つとして木いちごを取り上げて、秋田を日本一の木いちご産地にしようをスローガンに産学官連携による産地づくりを進めてきてます。はい、小さな果実ですので栽培は大変ではないですか？そうですね、最初は栽培方法もわからなくて大変だったんですけども、はい、県立大学や町のサポートもあって今では出荷できるような果実を生産できるようになりました。越高さん、皆さん一丸となって特産化に取り組んでいるんですね。はい、最後に越高さんの今後のビジョンを聞かせてください。はい、これからも産学官の連携を深めて栽培面積の拡大や生産の安定を図っていきたいです。力を合わせて頑張ってください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。10月16日から19日まで秋田アートプロジェクト秋田幻冬野2014が開催されます。県立美術館の外壁をスクリーンに東北最大規模のプロジェクションマッピングショーが行われます。ぜひお出かけください。県の総合的な生涯学習講座美の国アクティブカレッジでは、今年度秋田の文学、婦人活動、教育についての講座を開催しています。10月26日は秋田民話の発掘者今村博子を紹介します。ぜひご参加ください。私の秋田ビジョン、キイチゴソフト食べに来てね。